はい、今日は9月の19日、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求むとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの見張り番東大阪、今日も届けてまいりましょう。さあ皆さん、今日はちょっと私の町を紹介してまいりましょうね。今私はこの市のホテルから皆さんに我が入るあの生駒山、ちょうど正面に見えますね。この生駒山、そして左がずっと回っていって北部なんですね。そして右の方へずっと行って、この三年生駒三年続けて向こうの方にテレビ塔が見えますね。これが市議山なんですね。そしてちょうどあの下側が八尾ね、一方にこの河内平野と言われるところなんですね。そしてこの下を通っているのが大阪の中央環状線、そして今上を走っているのが近畿自動車道阪和線、今右へ走っているのが見えるのが和歌山方面なんですね。さあそれではこの東大阪市の市民に忘れられた不正をお届けしてまいりましょうね。この私が今いている建物は平成11年に完成したんですが、ちょうど向かいにマンションが見えますね。この建物、私が今いる建物ができた時にね、ちょっとおかしな不思議なことが起こったんですね。と言いますのは、まだ 今でこそね、この見ますところはたくさんのマンション棟が建っていますが、その頃はね、今見えている正面のこのマンションだけが最初に作られたわけなんですね。この私が今広報しているこの建物ができた時に、この建物から、ね、東が生駒よりですねの方で若い綿というところがあってね、ここに電波障害が発生したわけなんですね。どのように発生したかと言いますと、平成11年の8月に、ね、台風が来たんですね。そうしたところテレビが映らなくなったといって東大阪市にね、数十件の問い合わせがあったわけなんですね。台風が過ぎ去ってからどうもテレビが映らないということで電波障害が起こったということでね、市の方に大変な問い合わせがありました。さあその時にこの私がいる、ね、市の建物ですから、ここからひょっとしたらこの建物ができたので電波障害が起こったのではないかといったところがね、調べたところは市の方で調べたところがそうではなかったんですね。その電波障害は正面に見えておりますあのマンションですね。あのマンションが建った時に電波障害の工事は全て完了していたわけなんですね。それで市の方は市の管轄ではありませんということで、あのマンションの方で管理されていますということだったので、私が調査したところに、ね、驚くべき事実が発覚してきたわけなんですね。と言いますのは、あの建物の中にはね、一つのたくさんのねお部屋があって住民おられますから、一つの自治会があるわけなんですね、建物。そうしたところ、あのマンションを作ったのはね、リクルートコスモスが土地を習得して建設したのは長谷川工務店、長谷工ですね。ここが建設した。その時に当然電波障害が厳しく言われた時でしたから、この時に電波障害が発生したために後の管理、皆さん電波障害という塔はどこから発信されているか、あの正面生駒の上に赤い塔が何本か見えますかね。あれからと京都の比叡山、それから西からは六甲山、この3本の塔があって、テレビ塔があって、
そこから電波が発信されているわけなんですね。ですから高い塔が建つ時には必ず電波障害、今は各マンションができる時などは自社ビルで上に電波塔を作っていますね。今から20年30年前にはこのようなねマンションができた時には地域のね電波障害が起こるところには全てその施設が行われていたわけなんですね。そうした場合にその東大阪若い岩田で電波障害、台風の後ね電波障害が起こった時にどのような状況になったか調査したところ、なんとあのマンション一棟に長谷公が電波後日電波障害が起こった時のためにと800万円の電波障害対策費というのを残してくれていたわけなんですね。そのために市が作ったのではないということが分かって、その時私が調査した時にね、この私が今ね座って報道しているこの建物が建った時にね、東大阪市がこの施設を作った時に電波障害費として2億7000万円が計上されていたわけなんですね。さあこれを徹底的に調査したところ、この2億7000万円はつまり使われたのがたったの1億1000万円だけが電波障害に使われていたことが私の調査で発覚したわけなんですね。さあ残りの1600万円1億6000万ですね、1億6000万円どこに消えてなくなったのか、これがね次から次へと箱物建設をする市の行政、これは東大阪に限ったことではありませんね。このようにして市民の知らないところで市民の税金が次から次へと食い潰されていく。そして現在このコロナ感染で大変市民は苦労している時に、何の個人的に保証もしないのが現在の野田市長の行政、その裏でこのまたまた建設されてしようというのが、ここにちょうど、ね、ニトリモールというのが見えますね。ここに伊丹の方から来る今門間まで来ておりますモノレール、これがここの八尾まで行くということで建設が予定されているのですが、役所東大阪市役所の東側にイオンモールといって、もともとは府の持ち物がそこに建物を建てて、それがこの12月で閉店になり取り壊しを行い、そこにモノレールの駅を作る、それからこのちょうどこの近畿自動車道ですね、この東側を通ってこのニトリモール、この横にね近鉄が走っているわけなんですね。ここに駅を作る、この費用が2つで約500億円と言われているんですね。そしてこの野田市長が作った昨年9月1日にオープンした東大阪文化創造会館、これは開店休業、なぜならば常に前を通っても日の丸も上がっていない、そしていつでも電気は消えている、その費用が183億円、調べてみたら建設費は100億円、残りの83億円何に使うのかなと調べてみたら、なんと向こう20年間のメンテナンス料先払い、これようなことを市民の皆さん誰も知りませんね。しかし私は徹底的に調査をして、このような箱物建設、私たち市民が苦労する時のために、歴代の市長や議員が市長誕生したのが、野田市長が誕生したのが平成19年9月でありました。それまでに市民緊急融資資金として900億円の貯金をしてくれていたんですが、野田市長はその900億円すべてを箱物建設に投入して食い潰してきた。そして50万市民が苦労している時に市民に配る1万円の金も残っていない、これが現況の野田市長の実態なんですね。この中で私はさまざまな調査を行い、そして市民の皆さんには事実と真相の違いを広報する活動に邁しているんですね。
これからも東大阪の見張りマンとして市民の皆さんに徹底した調査をもとに事実と真相の違うことを広報してまいります。今日は皆さんにこの東大阪本当にね閑静な町、50万市民がね暮らしているこの町、しかし人口がだん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 減っている、ね、この事件としてね平成ねあれは11年この私がいる今この建物が建った時にね汚名を残して逮捕されて今は亡き清水市長、この清水市長の時でさえも市民のためにといってね何百億円というその緊急融資資金を蓄えていてくれたものを現在の野田市長は全て食い潰している、これが実態である。私はそのような悪政不正に一人で立ち向かっております。これからも50万市民のためにそして皆さんのために徹底した調査を行ってその事実と真相の違いをこうしてまいりましょう。今日はお昼から大変突然でこうさせていただきました。それではまた明日。